国会では放送法の解釈に関する行政文書に記された当時の高市総務大臣に対する説明大臣レクがあったか厳しい追及が行われました。放送法の政治的公平に関するレクは受けていないということを改めて申し上げます。レクの存在自体を否定してたんですよ。ところが今回は放送法のレクを受けたことがない、こういう方で捏造だという言葉を全く使わなくなった。で実は高市経済安全保障担当大臣は放送法の政治的公平に関するレクは受けていないとした上で、同席したと記された当時の秘書官らにしっかりと確認を取った、私が確認したと述べました。一方野党からずるずると答弁が変わっている、全く信用できないと批判され、信用できないなら質問をしないでくださいとけしきばむ場面もありました。